今回はサファケーションピットでレースを使って遊んでいきたいと思います。久々のキラーだ。なんかね、透明化状態で発電機蹴ったり板が割るのが早くなるやつで今回いきます。強いらしい、これが。ただその代わり遅延系が何もないのに、工具箱持ちが2人います。対戦よろしくお願いします。この足跡ゲーは何？え、こんなところで足跡蹴んの？どういうこと？あ、絶対近くに行くよ。あ、やってんだ！発電機は回すんじゃねえ！おれ！で、ちゃんと透明化しておると。はい。はい。間に合わんかな、これ。あー、落ちちゃった！はい、飛んで。はい、デッドハード。でそこの人を殴りたい。あ、何してんだ。あ、そっか、行ったわ。ありがてえ。あ、早いな、これ。通常状態でもいたわりあるだけで。発電機多いのが奥側か。ちょっとどこですか。勝手に移動しないでください。で今回もうどこに行っても関係ねえから、ここの行動側で。ここつんの強くねえか、普通に。何もなさそうなこの位置で透明化して、真ん中は結構窓枠が多いから、その辺りではチェイスしたくないんだけど。はい、ファイアップたまる。どんどん速くなってくよ、これ。いたわりへ。こっち側に固められたらいいなぐらいか。救助は行ってなさそう。こっち側にいなくねっていうか、ここをやめたから。あ、レオンいる。来たよー来たよー。まあこれは多分普通に救助する。あ、やめた。え、はい、やめるんですか。こうなると違う人が来るはずなんだけど、見えないな。見えないから、おお、おしなっち。はい、はい、ありがとうございます。おいおい、何してんだ、行くんじゃねえあ、でもこれは、これは救助される。どっち行く？しないか、死ぬほど多くね。でも全然距離離れねえ。かわいそう。うっ、届く。レオン起こされるかな、どうだろう。これでレオン釣れたらでかいんだけどな。オーケーオーケー。まあ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 、これつくのはもうしゃあない。しゃあないです。なるべくあっちが釣りたいけどな。あ、いた。バレてないと思ってるっしょ。知ってんだな、ここにいんのが。おい、あっち行け。来るんじゃねえ。こっちは俺の庭や。あっ、やってんね。わざと半分切ってくれるのはでかいね。で、こっちすろ。いや、これもしかして、あれか？高等テクニックか？そこで救助しちゃう。おいおい、高等テクニック使うのやめろ。そこで諦めかけた、かけたと見せかけて、離れる技。早い早い。強い強い。早い早い、強い強い。なんか足跡あるな、こう。どこだよ、マジで。これ、あれか、さっき逃げたところの足跡か。これ、後ろを見つつ、まあ、あの奥はもう回されてもいい。この奥とかつけてないよな。いるんだよな、こうやって抜けて1台つけるやつ。俺は絶対こっから動かねえぞ。来いよ。板割り構成できたのに、こっち側ってあんま板ねえよな。あ、いたいたいた。いただけに。うええ、強すぎ、今の。なんか特に意味ないけど、ファイアアップが見たいから、この状態だけど、やばすぎる、この速さ。マジで意味ない。これが見たいだけ。おじゃ、やべえんじゃねえか、これ。木村優衣って半分切ったのかな。これはね、あの、負傷してる人が多いかな。あと、二人負傷してんのか。ケイト。ケイト・デンソン。ケイト・デンソンが奥行ったから、これ、キューされていいかな。おい、オンチャス。ここで、一回ステインを見せて、反対側に行こうと思ったら、まず全員しなっち。全員しないかです。
ここらでも板ありそうだな。どこ行く？どこ行くの？はい。4人しなやかじゃない？木村ゆいだけでたはずか。あの奥釣りたいな。いや、回んないっしょ、これ。こっちは固められたら。窓越えも確かファイアップと早くなるんだよな。うえ。何の問題もない2台。みんな奥逃げたか。一旦体勢を立て直すために、戻った説はある。はい。おもろすぎるな、このゲーム。こっちもなんもないんじゃないか。しないが使いたいよな。ダメだよ。そんなの。許さないよ、しないが使うなんて。さあ、救助行かないとやべえぞ。どうすんだ。あ、めっちゃ行ってる。めっちゃ救助行ってる。鬼壁来るか？いいぞ。うぅ。大丈夫。でも間に合う。この距離なの。おーい、行くぞ、鬼壁に来たやつ。許さねえからな。あの奥回されたら嫌だな。あ、みんないる。うぅ。見えない。青く逃げてろ。あ、じゃあ移行はない。あ、あっち行った。レオンがこっちにいるのか。あのケイト落としてもいいかもな。見つけ次第。おい、隠れてるな。見えてるぞ。ええ。まあ、ストライクなんか今の環境で持ってるわけねえ。持ってるわけねえんだな、これが。おしゃ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 。ここの服強くね。この服残したいな。ねえ、ここに釣ろう。もう諦めちゃったよ。諦めないで。絶望的な状況かもしれないけど。ここは発電機が固まるんだ。当店動いてる。いいんすか、そんなことしてて。諦めてないですか君。落ちちゃった、また。いや、固まるとここめちゃくちゃ面白いな。お、奥行ったな。これ窓枠超えるんじゃね。うえ、ナイス。この人2回目じゃね。まだ終わりじゃないよな。もう一人リーチが、1、2、3、4、5。5ってことは一人リーチ、リーチいないか。まあいいや、どっちでも。こっち側釣るのが強え。だんだんね、BBE やってるとき、あ、終わりだ。あの二人が、一回ずつしか釣ってないのか。どこ回してんだ。こっち側でも回さないとやばいぞ。あ、着いた。3体。おしゃおしゃおしゃ、ファイアップ、ファイアップ3頭くん。さあ、どうする？ 1、2、3、4台。4台全部こっちにあるよ。なんか誰か適当に板倒してくんねえかな。見て、3頭くん溜まったらどれぐらい速くなるのか。窓替えも結構やばいと思うんだよな、もう。あ、まやかし、え？ちょっと待って、これ3頭くんでこれか？なんかまやかしぐらいない？まやかしより速くね、なんなら。やばくね、これ。はい、どうもー。ちょっと追ってもいいな。もう。もういいよ。あ、奥行ってるな。この人うまそう。ちゃんと後ろ見てチェイスしてる。出たな。伸びるぞ。ギュイーン。はい、ナイス。さあ、レイスくんならまだいける。てか、これ通常乗り越えても早いのかな。もう、あ、でも結構早いか。マイケルのレベル3の時ぐらいは早いかもしれん。で、これね、俺なんか、あ、今ここの鳥が行って戻ってきた。つまりここを通ったってことじゃないですか。一応見とくか。だから負傷してないから見つけられないかも。一応見とく。とりあえずな、探せるときは探しとこう。こっち側にいたのは多分間違いないと思うんだけどね。どこ行った、ケイト。ケイトいねえ、帰るか。この状態でこういうのがマジで早い。ケイトを見つからず。もう行ってる？あ？なんだ？あ、いたよな、今絶対。あ、よしよしよし。あ？おお、待って待って待って。待って待って。あいつ足速くねえか？シナッチか？おっしゃ！どっから拾ってきた、その悪い。悪いライトセーバー。どっち行った？奥行ったのか。わかんないのやめて。
あ、これうまい。当たってなくね？よっしゃ。全然あの体に光を帯びなかったんだけど。当たってなかったな。エイムバツ。回復してたってことは、めっちゃ近くいるぞ。お、いるんだろ？近くに。あ、いるいるいる。中にいます。え、板の方行かないの？これ救助するだろ、強引に。いいのかな、そんな強引に救助して。うえ、行くぞ、5秒。通常乗り越えでも早いからな、俺はもう。この小屋板をここまで温存する理由は何なんですか？教えてください。あ、ライトいけるぞ。エイムが定まってないのよ。ちょっと、そういう、体全体を、光らせるといいわけじゃないんで、あ、恵みあったんだ、っていうか、ここ。じゃあ、ナイス。1点を集中して狙ってもらえると、はい、うまくいくと思います。やっぱギデオンとかじゃないと、あれかな、速さは分かったけど、そんなにいっぱいは刺さらんかもな。あれ、どこ行った？木村優。そういう時大抵みんな端っこに逃げるんだけど。あ、いたいたいた。動くの早くね。心の執念使ってるな。で、こいつって終わり。いや、結構、キラーがやりやすいマップ来てくれてよかったわ。こっちが3台とか回せるんだけど、こっちに勝った。危なっ。閉じるのも早いのこれ。閉じるのわからんわ。閉じるのは早いかどうかわかんないっす。ただ、2トークンでも、ファイアップだとめっちゃ早かったな。まだ乗り込みもこれ結構使えそう。